トゥーザウモットは、ベトナムのビンズオン省の都市であり、ビンズオン省の省都である。トゥーザウモットの、全面積は118.67平方キロメートル、人口は2017年時点で50万2976人となっている。トゥーザウモットは、ホーチミン市の中心街から北に、約20キロメートル、サイゴン川の左岸に位置する。トゥーザウモットは、行政上は、 独立した都市であるが、法治民主都市圏の衛生都市であると考えられている。日本語表記としては、トゥーザウモットの他に、トゥーヤウモット、トゥーヤウモット、トゥダウモットなどが使用されることがある。旧漢字表記は、守る油下げすまたは、守る油、ガールが、現代中国語での故障は、ドリューボクである。市内の様子、トゥーザウモットには14の棒がある。トゥーザウモットは、 リンズオン省が周辺地域の重要な産業拠点となるにつれ、1997年より急速な市街拡大と経済発展を遂げている。2007年1月、トゥーザウモットは公式に産休都市に認定され、2012年7月に市へと昇格した。また、4200ヘクタールの技術特区が開発中である。トゥーザウモットは都市圏内で、 現代的な都市へと変化している。また、2012年3月には、ビンズ温床における都市開発を進めるため、東京急行電鉄とベカメックス IDC が合弁会社、ベカメックス東急を設立。2013年4月には、トゥーザウモットに、ベカメックスホテルが開業している。マスを祀った、ジーン、天候宮。ありがとうございます。